はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはクローズアウトゲームということで、オフェンスの本質ですね。どんなフォーメーションやらにしても、これが分かってないとオフェンスは成り立たないと思う非常に重要な話をしますので、ぜひ最後までご視聴ください。突然ですが、質問です。オフェンスの目的とは何ですかって聞かれたら何て答えますかね。まあ、これはシュートでしょ、得点でしょっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、これはね、シュートではないというふうに言わせてください。オフェンスの目的、それはですね、クローズアウトを発生させることだよっていうふうに私は教えています。クローズアウトっていうのはディフェンスがですね、後追いの状況、ボールを持っている人に対してリング下からボールに対して詰め寄ってくる、そういう状況のことをクローズアウトっていうんですけど、こういう状況をいかに発生させるか、これがね、オフェンス戦術のもう一番の目的というふうに思ってください。今日の目次は主に2つですね。1つはその理論、これを詳しくお伝えするのと、2つ目はそのクローズアウトゲームの練習方法をお伝えしたいと思います。はい、では理論ですね。まずですね、ディフェンスっていうのは左右の動きに強いんですね。例えばディフェンスのフットワークやりますっていうと、想像するステップっていうのは、まあ、サイドステップだと思うんですね。ディフェンスフットワーク、こう膝を、ね、曲げてね、足を広げてね、左右にこう動いていくっていうディフェンス、これがまあ一番ディフェンスとしては強いんですね。逆にディフェンスが一番弱いスタンスっていうのは前後の動きですね。ここからあなたの方にダッシュしていってボールを取りに行くっていう、こういう前後の動きっていうのが非常にディフェンスは弱いわけです。なのでオフェンスの合言葉はもう今も昔も、下がったらシュートを打て、シュートを打とうとして出てきたら抜けなんですね。これ非常に重要なので、もう一回繰り返しますけど、下がったら打て、出てきたら抜け、もうこれはね、オフェンスの本当に本質です。この状況をいかに作るかということがクローズアウトを作るということになってくると思います。図の方で、分かりやすく説明していきましょう。4対4の形で、説明した方が分かりやすいので、4人ずつにします。まずですね、1番がドリブルで1対1で抜いていくとします。ペイントのところまでアタックしたとします、ね。誰も来なければそのままこうレイアップいくところなんですけども、2番の選手が、あ、これはまずいなということでヘルプに来ました。はい、そしたらですね、まあ、これが、まあ、2番が自分の方にボールマンに近寄ってくるってことなんで、これが1回目のクローズアウト発生なわけですね。わかりますかね。1番が抜かれてしまったので2番がカバーに来ると、これが1回目のクローズアウトの発生ということです。そしたらですね、1番はまあ無理くりシュートに行くのではなくて、2番がディフェンスが来たんだから2番にパスすればいいよねということで、パスをポンと飛ばしてあげると、完全に2がノーマークになっているということになりますよね。だからここで楽々と2番はシュートが打てるということになります。ただそれで2番にほっとくとシュート入れられちゃうよねということで、どうするかっていうと、おそらく1番近い3番の選手がローテーションに入るんですね。そうするとこの2番はシュートの構えからパッとこうパスを出すと、3番の選手がもっともっとノーマークになるということで、まあ、こういう状況でクローズアウトをどん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 発生させていくと、絶対に誰も守る人のいないノーマークが作れますよねということになるわけですね。まあ、これがクローズアウトゲームということで、ペイントを1対1でアタックしてきます。ディフェンスが収縮します。そしたらパスアウトによってクローズアウトが発生しますという順番、これこそがオフェンス戦術の目的です。どんなオフェンス戦術をやろうが、結局はこれですね。いかにしてペイントをアタックして、ディフェンスが寄ったらパスをさばく、でクローズアウトを作ると。でクローズアウトに1回なればですね、下がったら打てばいいし、出てきたら抜くっていう、一番その本質的な攻めができますので、この感覚、このクローズアウトゲームにいかに持ち込むかっていうところがオフェンス戦術の本当の本質、目的だというふうにご理解ください。はい、じゃあですね、こんなクローズアウトゲームをうまく作る、そして攻め切る、そのための練習方法はどんなふうにやったらいいかということをお伝えしたいと思います。まずはですね、単純なミートのシュートをやりましょう。本当に空中、リングの方からボールが来たらですね、空中でキャッチしてミートしてシュートっていうことで、本当に単純ですけれども、まあ、こんな感じのプレーになります。はい、パスを受けてキャッチしてシュートと、パスを受けてキャッチしてシュートと、もう本当これだけですね。非常に単純ですけれども、まずは最初こういうことをやっていくということになります。まあ、大事なのはですね、空中でボールをキャッチということで、まあ、トラベリングにもなりませんし、ちゃんとした状況判断にもなるので、ボールを持った時に、ね、キャッチインザエアーでですね、空中でボールをキャッチ、両足が浮いてるっていう状態を作るのがいいと思います。
で着地とともにすぐシューティングポケットにボールをこう持ってくると、すぐシュートの構えするというふうにするわけですね。でそれで出てきたら抜いていくし、下がってたら打つっていう判断ができるような、そういう形をまず作るということですね。次にまあリアクションドリルということで、ダミーディフェンスを置くのがいいと思います。こんな感じですね。ディフェンスを1人置いといてね、パスを受けて手が上がったらパスアンドランをするとか、片手が上がったらですね、ドリブルで抜くとか、手が下がってたらシュートを打つとかですね、こういうようなリアクションドリルをやっていくということになります。まあ、これは約束事としてはですね、シュートかドライブかの判断ということで、私が一番簡単なと思っておすすめしているのは、両手が下がってたらボール持った瞬間にね、ダミーディフェンスが両手下がってたらそのままシュートを打つと、右手が上がったらこっち抜いていくと、左手上がったらこっち抜いていく、ね、で両手上がったらパスしてリターンパスをもらうっていうような、まあじゃんけんの後出しですよね。こういうようなところをまあやっていってですね、そのボールを持った瞬間にクローズアウトを感じてシュートを打つのかドライブで抜くのかっていうような、そういうね、感覚、これをですね身につけるといいんじゃないかなと思っていますので、こんな練習ぜひやってみるといいと思います。ぜひお試しください。はい、ではまとめですね。とにかくオフェンスの本質っていうのはクローズアウトを発生させることですよと。どんな戦術やるにしてもペイントアタックをしてディフェンスを収縮させて、そしてクローズアウトを発生させる、ね、オフェンス戦術がうまくいかなかったら絶対このどこかが何かできてないということを思ってください。ペイントアタックできてないのか、ペイントアタックしたのにパスさばくところがなくて潰されちゃってるのか、ね、それともクローズアウトは発生させてるけど攻めきれてないのか、大体そんなところです。だからその辺のところをよく考えて、原因を追求してオフェンスを組み立ててみるといいんじゃないかなというふうに思います。でクローズアウトがひとたび発生したらですね、ボールを持った瞬間に下がってたら打つよ、出てきたら抜くよっていう判断が必要なので、そのミートと状況判断の練習をしてみてください。ボールを持った時にシュートを打つ、ボールを持ってシュートを打とうとして伸び上がったらドリブルで抜くっていうね、本当に単純ですけれども、それのじゃんけんの後出し、これができればですね、クローズアウトを破っていきますので、ひとたびクローズアウトを作るような作業をチーム戦術としてやって、クローズアウトが発生したらそのミートと判断で下がってたら打つ、出てきたら抜く、これをやるということになると思いますので、ぜひねこういうところを共通認識を持ってやっていただくといいかなというふうに、思います。まあ、これを逆に言うとね、こういうことが本質が分からなくてファンダメンタルも身についてないし、クローズアウトゲームの概念も理解できてないままフォーメーションいくらやってもあんまりいい成果にはならないと思います。だからフォーメーションは何をやるかとかね、セットプレーはどうするかとか、そういうことよりも何をやっても最終的にはこのクローズアウトゲームに息づくと、でクローズアウトが発生したらそれを破っていく1対1の判断力とスキル、これが大事だということが分かっていればどんなフォーメーションやっても多分うまくいくと思いますので、まあ、この辺のところをね、理解していただければなというふうに思います。今日のテーマはクローズアウトゲームというお話でございました。はい、ありがとうございました。今日もね見ていただいて感謝しております。このバスケの大学はですね、バスケットボール指導者の私が、指導者の方に向けて悩み解決になるようなそういう番組をお届けしております。何らかね練習のヒントとかチーム作りのヒントになれば嬉しいなと思って配信をしておりますので、面白かった、興味が持てたと、役に立ったという方はですね、ぜひチャンネル登録のボタンをポチッと押していただいて、このバスケの大学に入学したつもりでですね、ぜひ次の動画も楽しみにしてみてください。最後お知らせを2点させてください。あなたがもしバスケットボールの指導者の方でしたら、ぜひぜひメルマガの登録をよろしくお願いします。これはですね、チーム作りについてのいろんなお話をですね、2日に一遍私が直接あなたのメールに届けますので、そちらの方メールアドレスだけで登録できます。最初の1通目でですね、YouTube では公開していない練習メニューの作り方というですね、特典の動画もプレゼントしておりますので、ぜひぜひそちらもお受け取りください。あの下のね説明欄のところにリンクが貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。それともう一個はですね、毎朝ラジオの放送もやっております。YouTube のサブチャンネルでバスケの大学ラジオ局ということで、こちらは少し緩めのね内容もあるんですけれども、毎朝7時までにバスケットボールの話をお届けしてますので、ぜひぜひそちらも聞いてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。